はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はですね、信長の野望大志、こちらをプレイしていきたいと思います。信長の野望の最新作になっていてですね、いろいろ新しいシステムが取り入れられているということで、非常に楽しみなんですけども、実際にはですね、僕も初めてプレイをしますんで、しっかり皆さんと一緒に勉強しながらプレイできればいいかなというふうに思っています。でですね、今回僕は、信長の野望大志は PS4 版のトレジャーボックスと、あと Windows 版のトレジャーボックス、両方、ちょっと買っちゃいました。で、それぞれ特典シナリオが、PS4 の方が天王山で、Windows 版の方が信長包囲網ということで、トレジャーボックスの特典シナリオがあるんですけども、それらはもうちょっとね、やり込んでからプレイをしたいなというふうに思ってまして、今回は、特典シナリオではない通常のシナリオの中から、選んでいきたいなというふうに思っています。で、どのシナリオをプレイするかっていうと、今ですね、画面の上の方に出ている6つのシナリオの中から通常版だと選べるんですけども、今回はですね、1554年7月で、これは信長のいる尾張を見てみると、聖徳寺の会見というのがあって、これ、いわゆる斎藤道三との、会見なんですよね。なんで、ちょうどこの頃、今川と義元と、死力をね、尽くして戦いを繰り広げていくっていうような、信長の野望の中では結構ね、面白い部分になってくるのかなというふうに思いますんで、今回はですね、ちょっとこの、1554年7月のシナリオをプレイしていきたいなというふうに思っています。では、早速、こちらのプレイシナリオを選んでいきましょう。で、選べる大名がですね、ご覧の通りいくつか出てくるんですね。で、元就だとか、ここでは信長とか出てくると思うんですけど、ここに国力の順位がすでに出てるんですよね。なので、このあたりをね、参考にして選んでいくっていうのも、どの大名でプレイしていくかっていうのでは楽しい要素になるのかなというふうに思っています。で、こうやってざっと見ていくと、武将の絵自体は、今まで皆さん慣れてきた、図柄というか、絵柄というか、っていうものが多いのかなと思いますんで、特段ね、びっくりするような、絵になっているのはないかなとは思うんですけども、今回選んでいく信長をちょっと先に見ておくとですね、信長の国力が25位。で、志はうつけの天下になってます。で、信長自体はですね、天下布武とかの志もこの後出てくるようなんですけども、この1554年のシナリオでは、どうやらうつけの天下っていうのが志になっているようですね。で、この志って何かっていうと、それぞれ、固有の性格というか、ボーナスというか、そういったものになっていて、各武将がこの志に沿った、AI というか思考というか、そういったものに沿って行動していくっていうような、新しいシステムのようなんで、このあたりもね、しっかり見ていければいいかなというふうに思います。で、ちなみに信長、国力25位なんですが、義元を見てみると国力3位なんですよね。かなり厳しい戦いが待っているんじゃないかなと思いますが、今回は信長でプレイしていきましょ俺の覇道を阻む者、生う。かしてで、もおけぬ。志、うつけの天下。うつけ者、言いたいものには言わせて OK と。今に信長が天下を平らげんということで、海運奨励と、幌主組織っていうことですね。で、ちょっとね、この幌主が、今からお話しする内容と合ってるかどうかわからないんですけど、信長は、各家の次男とか三男とかを、直属の、兵士、部下として雇っていて、兵の分離的な部分を、他の大名家よりも先にね、先んじて進めたっていうようなとラころスがあっト、て、うつけの天下を望んでい尾張はるよ。弱兵だと言われているものの、信長のね、側近衆は、側近とかね、直属の兵はかなり、勇猛果敢だったとも言われているそうです。では、早速、中身見ていきましょう。まずは、丹羽長秀ですね。信長様、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことで、そのものの思惑を知ることができます。なるほど。じゃあ、早速、ちょっと見ていきますか。まずは、気になるとこで言うと、どうでしょう。斎藤家かな。我らと織田家の間には盟約がある。これをうまく活かしていかねばな、ということですね。で、あと、末盛の織田家は、我らは我らの道を歩むのみ。で、他、
危険要素があるところといえば、まあ、今川家ですね。我らと北条の間には盟約、これをうまく生かしていかねばな。なるほどね、まあ、この辺りがいろいろあるんですね。でちなみに全国マップを見ていくといろいろ見ることができるんで、まあ、せっかく初めて見ますんで気になるところちょっと見ておきますか。まずは春信ですね。まだこれ信玄に改名する前の武田信玄かな、これも北条との盟約云々観音を言っていますね。まあ、このあたりをね、しっかり見極めながら外交が重要になるっていう、ゲームになっているようなので、他の大名家の様子も伺いながらプレイの方はしていきましょう。で、武士たちは皆、志を抱き乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょうということですね。信長様を討つけなどと呼ぶ者もおるようですが、我らは皆信長様の才を信じております。ゲームの進め方について指南を受けますか。多分皆さんもね、そんなにまだ他の実況されている方の動画とかも見られていないんじゃないかなと思いますね。今回はね、指南も受けながらプレイの方させてください。ゲームの目的は天下の半分以上の拠点を制圧し総武事例を敷くことですと。拠点を制圧するためには敵対する勢力を攻めたり外交で従属させたりする必要があります。そのためには富国強兵が重要。多くの民や兵を養う国力を得るため金銭と兵糧の収入を確保し、収入で得られるだけの兵を募り、それを率いる優秀な武将を配下にすれば自然と国力は高まるでしょう。なるほど。この初期のシナリオの信長っていうのは、今までの信長の野望のシリーズの経験から言うと、どっちかっていうとね、結構難易度が高かったりするんですよね。武将の質量は多いものの、兵数や兵糧が少なくて、まあやっぱり今川とか斎藤に押される傾向があるかなと思いますんで、まあ、このあたりはね、見極めながらプレイをしていきましょう。あ、そういえば、プレイの難易度を決めるところがなかったですね。超級とかね、なかったな。どうなってるんでしょう。まあちょっとこの先見ていきましょうか、そのあたりも。で、高めた国力を保つためには外交を通じて他の大名との間に平和を保つことも必要。志を果たすべく励んでいきましょうということですね。で、今度は商業の進出ですね。商業は全国にある商圏に介入し金銭収入を増やすためのコマンドです。信長の野望大使から確かにこの商圏っていう新しいシステムが導入されているみたいなんです。ちょっとこのあたりここから見ていきましょう。金銭は様々な命令の実行や足軽を毎月の俸給を払う際に必要になります。証券は全国に広がっており、小さいアイコンの通常証券と大きいアイコンの特殊証券があります。通常証券は進出することで毎月金銭収入を得られるようになります。通常証券は毎月発展し金銭収入が増えると複数の勢力が進出した通常証券は発展が早くなる分収入を分け合うことになります。なお堺などの大きな特殊証券は進出せずとも領内にあるというだけで金銭収入を得ることができる。それでは実際に証券コマンドを選び通常証券に進出してみましょうということですね。では早速コマンドの方を打っていきましょうか。で、商業がこちらですね。一応コマンドとしては他に農業、あと取引が内政にあって、軍事の方では歩兵、あとは戦線で行軍がありますね。で、外交の方は親善、交渉、援軍、返還、手切れ、まあ、このあたりは見慣れてますよね。で、不審のところは回収、修復、築城、廃城ですね。で、人事はというと配属、任命、徒用、追放。で、最後、大名コマンドが家宝、縁組、隠居、委任になります。まあ、今まで信長の野望をプレイしている方、あるいは信長の野望の動画を見られている方からすると、特に新しいコマンドはこのあたりはないかなとは思います。では、商業コマンド、打っていきましょう。地図上にある通常証券を選びましょう。数字は1ヶ月あたりの金銭収入で、収入の大きい証券が狙い目ですと。なるほど。通商を結んだ先に特別な資源を扱う証券があるようです。ぜひ進出して資源収入を手に入れましょう。
じゃあちょっと早速見ていきましょうか。水色の通常証券は当家が進出済みのもの、白い証券が未進出のものになっています。で、赤いものに関しては進出ができないということになっているみたいですね。で、多勢力の領内にある証券に進出するにはその勢力と外交で通商を結ぶ必要がある、通商がない証券はオレンジで、表示されますということですね。では早速ちょっと見ていくとですね、赤いところがやっぱりいくつかありますね。で、ここは末盛証券、例えばね、今見ている末盛証券を見ると通商はなしで、浄化商なんと浄化証券ということになってますね。じゃあ数字が大きいところを見ていくと、どうでしょうね。対馬、あとは多治見、さらには関で、加納証券とあるんで、今回じゃあ美濃の加納証券に進出してみましょうか。では早速進出コマンドを行っていきましょう。で、所在が美濃、証券生産が1350-450なんで、マックス1350っていうことですかね。では進出をしていきましょう。証券に商人を使わし、利を得る手はずを整えましょう。これで命令は完了。証券に限らずすべての命令は時間を進めると実行されます。進出は金銭収入を増やす上で最も簡単で重要な手段。だけど通商を結び積極的に行いましょうということですね。で、続いて、志と基本的な操作について指南を受けますか。ちょっとここもね、皆さん退屈されるかもしれないんですが、ざくっと見ておきましょう。志はすべての武将が持つ行動の指針。特に大名の志は、志特性という形で勢力の動向に大きく影響します。当家が掲げる志及び特性は、こちらからいつでも確認できます。一度は目を通し、我らの強みを知りましょう。他家の志を巻く外交関係については、ここでビューモードを切り替えれば確認することができます。画面右下、進行ボタンを押すと、勢力を終えて時間を進めることができます。ということですね。では早速志を見ておきましょうか。で、信長の方はうつけの天下、で、これちょっと横を見ていくと海運奨励っていうのがついていて、織田家が商業港である対馬を支配下に置いたのは信長の祖父信貞の時代。信長の父信秀はその財力に物を言わせて朝廷幕府伊勢神宮などに献金を行い、大名としての地位を高め、信長へと家督を譲りました。で、海上貿易効果のところですね、港のある証券の金銭収入が増える。なるほど。で、対馬州では条件商業港のある証券に2個進出すると対馬州が発動するんですね。で、海運都市は港のある証券が毎月成長っていうので、これも漁港のある証券に2個進出すると発動するみたいです。で、もう一個、ホロ州組織ですね。ホロとは武士の背で大きく膨らんでいる、布袋で矢を防ぐための防具でした。鉄砲の普及による防御面での価値は失われましたが、織田家では赤と黒のホロをつけるものは信長に認められた金銃であるという銘を示す装備となりましたということですね。これは俗に言う赤ホロ州、黒ホロ州っていうやつですね。利家とかは確か黒ホロだったんじゃないかなと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと間違ってたらね、教えていただければと思います。で、いろいろ効果がついていて、大名自らが出陣すると部隊の士気が上がる。あとは奇跡の雨、これ完全にあれですね、桶狭間の戦いをなんか、彷彿とさせる内容ですね。行軍で悪天候の影響を受けず、決戦で部隊への移動速度が上がると。で、少数精鋭ですね。敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がる。決戦に参加でしょう。なるほど。では、これらの内容を見た上で、武の志もちょっと見ておきますか。武で言うと、やっぱりね、ここは気になりますよね。志情報を見ておくと、独立独歩、己の力を持って国の法度を申し付ける、誰にも頼らず歩む力が我らにはある。なるほど。今川亀目録、公家承知。義元の母親、公家の出身らしいですからね、この辺りからも公家承知がついているのかもしれないですね。あと気になるところありますか。
まあ武田も気になるよね。ちょっと見ときましょうか。王道執行かっこいいね。甲州ハット次第、うん、あとは甲州金ですね。まあここのね武田も後々プレイをしていきたいので、じっくりねやり込んでいきましょうか。まあ、このあたりはね、少し、時間ある方は止めてみていただければと思います。あとは、近いところで言うと、銅さんですね。ここもちょっと見ておきましょう、せっかくなんで。乱世のマムシ。まあ、かっこいいよなぁ。まあ、こういうね、じいさんになりたいですけどね。さあでは、まあ、このあたりはね後々見ていくとして、ちょっとじゃあ時間を進める前に他にできることがないか確認しておきましょうか。農業は今できないんだね。そうするとちょっと防兵しとく。今だと信長のいる清須に1400の兵が入ってますね。で名古屋に700で犬山に1400入っているんで、ちょっとこれを農兵を少し増やしておきますか。総兵数が総兵数っていうのはこれ多分名古屋にいる700と犬山にいる1400を足して総兵力が今だと2100に1400を足して3500になってるんですね。これがどんだけ増えるかっていうところになりますね。今画面の上3500真ん中かな出てると思うんですけど、これをじゃあ農兵をちょっと増やしますか。1000ぐらいね。いきなりこんなことしていいのかっていう疑惑はありますけど。で、時間を進めていきましょうか。で、時間を進めるときは、これで進めていくということですね。右下の進行ボタンを押して時間を進めるということなんで、まあ、3段階の時間の進行スピードがありそうなんですが、まあ、今回は、ちょっと初めてなんで、一番遅いスピードで進めてみましょうか。時間が進んでいる状態を進行中。で、この時、竹の行動も同時に進行。まあそうですよね。で、時間を止めるにはもう一回ここを押せば止まります。ということになります。ちなみに今、犬山城には誰が入ってんだ？犬山城は、武将情報を見ると、信清が入っていて、常ちゃんに長秀、長近。あとは、吉成とかも入ってますね。で、せっかくなんで、名古屋城も見て、清須も見て回りましょう。で、ここには信盛が入ってますね。あ、毛利信介が入ってますね。毛利信介は、今川義元を討ち取った。いや、一番槍だったかな。服部だったか毛利だったか、どっちかが一番槍で、どっちかが義元を討ち取ってますよね。桶狭間の戦いで。で、清須の方はというと信長がいますね。信長の能力見ると統率99、武勇83、知略94、内政100、圧倒的ですね。あとは成政、数正も入っているな。で、利家。で、利家はというと志はこれ見ると領地保全ですね。まあ加賀100万石、この辺りが生きてるのかもしれないですね。あとは定勝ね、まあ、追放されちゃいますけどね、後々。あとは、年久とかも入って、おー、牛一もいるね、牛一。牛一も加盟存続か。志は大体、固有が大名についている感じなんですかね。ちなみに、まだこの時点だと、きっと、勝家はやっぱりこっちにいるんだよね。勝家。で、武勇が93、統率91。まあ、このあたりやっぱり強いな。んで、鳴海城とか、このあたりは朝比奈が入っていて、水掛け、靴掛けですね。ごめんなさい。靴掛け、狩屋。あ、このあたり、城の名前出してくれるの本当にありがたいな。ちょっとね、今まで読み間違いがあったりして皆さんに、いろいろとご指摘をいただいて、恥ずかしい思いをしてきているので、このあたりが入ってきてくれていると個人的にはかなりありがたいですね。では時間を進めていきます。
でさっきね証券に進出してるんで、そのあたりがどう変わってくるかっていうのもちょっと見極めたいところですよね。で画面右下に進行速度、まあ今回ゆっくりめで進行してるんですけど入ってきてるんで、まあ、このまま進めていきましょう。で可能証券へ進出しましたっていうことで、長秀の方から吹き出しが出てますね、画面の左下に。これで金銭収入が増えて、かつ清洲城に農兵を増やしたんで1400から1910まで増えてますね今。ただ周りを見てみると、例えば稲葉山城には1800、大垣に1700、まあ、このあたり見るとね、全然やっぱり信長まだまだ厳しいなっていう印象があるな。で愚心城と収支報告についての指南を受けますか、受けましょう。まず先月の愚心城が表示されます、うん、愚心城とは進行中に伝えられた国内外における出来事の報告、特に重要な報告がここに表示されます。重要っていうところですね。一部の報告にある地図確認ボタンを押すと出来事が起きた場所も確認可能、またこちらの見出しを選ぶと分野ごとの愚心城も確認できますと、うん、なるほど。で決定ボタンを押すと先に進めますということなんですね。じゃあ重要からまず見ていきますか。新たに可能証券に進出したっていうのが重要な内容、うん、で農業商業は特になくて、あ商業は今言ったあの可能証券ですね。で外交人事軍事その他特にないと。なるほど。先月の収支です。で先月の収支はプラス78、うん、これは証券に進出したからですかね。でこの辺りを一通り見ることができますということになってますね。で金銭兵糧など各分野の詳しい報告はそれぞれこれらから確認可能、まあ今画面で矢印が出ているところですね。詳細を確認しておきましょうか。じゃあ早速で商業収入、兵糧収入で、兵装というところですね。収入はプラス78、支出が189の内訳が知りたいけど、内訳は見れないのかな。で金銭収入があって、商業支出が189なんだ。なるほど。一応内訳も見れるんですね。で、兵糧は0000。で、兵装が入っているっていう感じかな。で、決済が押されると。おで、当家に使いたいという浪人が名乗りを上げています。いいね、いいね。まずは秀吉見ておきますか。秀吉見ると先方お調子者、立身出世ですね、志は。まあ、全員雇いましょう。あ、小六は新しい絵になってるな。この小六の方が好きかも。秀長、秀吉は見慣れてますよね。なんでまあ、ここは全員雇いましょう。ちょっと気になるのがあのポケット戦国ね、僕プレイしてるんで見ていただいてる方、分かっていらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、武将を雇いすぎると財政を完全に圧迫するっていうのがあるんですけど、信長の野望は今までそういう経験はないんで大丈夫かなとは思います。じゃあ一応全員雇っていきましょうか。秀吉に、お秀長は何、天下統一ってこれ固有かな。日の本を一つに滑る、うん、あと小六ですね。で前の長安がいて、富田、木村、まあ、この辺りは全員雇っておきましょうか、一旦はね。まあ、ゾウリトリのエピソードはなく普通に雇っちゃいましたけど。でそしたらちょっと今回農業コマンドはまだできないんだな。なんだろう、なんか条件があるのかな。でまあ、戦線する必要もないんで、ここはもう完全に進出をバリバリしておきましょうか。そうすると多治見に行くか、いや多治見に行くんだったら対馬の方がいいよね。かしこまった。でさらにどうなんでしょう、これ一気にいろいろやると問題あるのかな。行動数が1分の0になってるんで、今の信長の能力というか、国力だと1しか行動ができないんだな。そういうことですね。となると進めるしかないね。で配属なんですが、今名古屋に6人、清須に23人、犬山に8人ってなってるんで、どうしようかな。名古屋に少し増強しますか、武将。そうすると戦闘力の高い武将を入れておきたいんで、そうだな、成政あたりを入れて、あとはまあ何か
派遣しておきましょう。で、これで11人になったんで、少しはバランスが取れましたかね。今、斎藤家、緑になってますけど、ここ同盟を結んでる美濃なんで、まあ、上、犬山方面よりかはどちらかっていうと、三河方面の方に注力しておいた方がいいかなっていう印象です。で、この後は末森城を多分襲うしかないんだよね。まあ、信雄は、信長の弟にはなってますけど、まあ、普通に考えるとね、史実通りに進めるんであれば、末森城を攻めるしかないんで、まあ、謀反ですよね。まあ、最終的には、勝家とかもこちらに、謀反の後、復員が認められるわけなんですけど、その辺の歴史イベント的なものがあるかどうかが、ちょっとまだわからないな。で、秀吉の方から対馬将軍へ進出ができましたっていう、愚心状が上がってるわけですね。で、清須での兵の配備完了。これは前回、一個前のターンで行った清須城の農兵の増強ですね。でバリバリ金を増やしていくんで、足軽兵を少し増強しておきましょう。報告いたします。先月の収支でございます。で、兵糧が増えてお金も増えてるね、前回。なんで、こんな感じでバリバリやっていきましょう。領内の農民に秋の作業を指示。おお、そうか。農業指示も確かに細かくなってるっていう話ですね。では、ここもちょっとね、せっかくなんで指南を受けていっちゃいましょう。で、兵糧は行軍中の兵が毎日消費。うん。兵糧は、金銭とは異なり年1回9月にのみ収入があるものです。で、農業コマンドは3、6、9、12のそれぞれの月で実行できます。で、それぞれ実行できるコマンドが違っているみたいですね。今はというと9月なんで、9月に実行できるコマンド何があるかっていうのをちょっとこの後見ていきましょう。そうか、3、6、9、12でしかこの農業コマンドは打てないんで、グレーアウトしてたんですね、さっきは。では、農業コマンドを選んでいきます。で、農業を行う拠点を選びましょうということで、アイコンが黄色く点滅しているところは、コマンド効果が高い拠点でおすすめ。赤く点滅しているところは、兵糧収入が住民の要求に足りていない。なるほど。そうすると民衆が下がってしまうということですね。キオスがそうなると今回、赤く点滅してるな。で、兵糧収入を決める最大の要因は耕作で、農地の広さによるものですということになっていますね。この城は十分な収穫がない。うん。じゃあ、ここを、開墾していくしかないんじゃないの？農地を広げるだけでなく、肥用土や治水、生産性を上げることで、兵糧収入を増やすこともできます。うんうん。収穫のたびに徐々に肥用土は下がっていきますと。なるほどね。じゃあ、ここは定期的に上げていかなきゃいけないんですね。で、治水は台風などの被害を軽減可能。うん。四国や九州。まあ、このあたりはね、きっと台風が多いところなんで、ということだと思うんですが、特に気をつけた方がいいっていうのが、秀吉からのアドバイスになっています。で、生産性を上げやすく効果も大きいが、9月になると一定の値まで戻っちゃうと。うん。なので、大きい農地で上げておくと、より効果が得られやすいということなんですね。で、秋に実行できる開墾と、労役免除が2つ選べるということですね。これら、それぞれ特性が違いますということで、開墾の場合は農地が増えて治水が下がる。うん、そういうことね。じゃあ、今回は開墾を選べっていうね、秀吉からの指示なんで、開墾を選びましょう。で、開墾を選ぶと、兵糧収入が5053に増えて、金銭が3085に下がり、治水も下がります、ということになってますね。じゃあ、今回は、秀吉の指示に従って開墾を選びましょう。で、農業で消費する労力、肥料、糧種は、毎年9月に一定量まで回復。一年通してどう使うかが重要になると。
では今回はもうすでに開墾やれっていうことなんで、まあ、開墾やっておきましょうね。開墾ね、名古屋城はもう行って、いや名古屋城まだできる、あ、いや取り下げる必要はない、取り下げちゃった。そしたら歩兵についての指南を受けるかって言われちゃってるんで、先に歩兵についての指南を受けちゃいましょう。さっきね歩兵もやっちゃいましたけどね。で、兵を増やしたい拠点を選んで、農兵を増やすことができるのが黄色く点滅しているところで、逆に赤いところは農兵を減らした方がいいところね。なるほど、キオス農兵増やしちゃったからな。じゃあ今回は犬山城で増やしますか。で、兵には大きく農兵と足軽の2種類があると。まあ、あの農兵っていうのはもその名の通り百姓兼兵ですね。足軽はまあ、専門兵っていうわけではないと思うんですけど、まあ、どちらかっていうとお金を雇って雇う兵という、そういう位置づけですかね、おそらく。農兵は農民が武装した兵、増やすほど兵糧収入が減る。うん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 。決戦でも長時間の戦いは苦手ですと。足軽は流民を訓練した兵で、毎月の俸給で雇用するため士気旺盛。うん。ただし、増やすと金銭が下がるということなんですね。まあ、ここはバランスが重要になってきそうだな。信長だとどうでしょう。まあ、かなり早い段階から金銭収入を増やせば足軽を増やしていきたいですよね。では、今回はちょっと兵をこの犬山城で増やしておきましょうか。どんくらい増やせばいいのかっていう目安がちょっといまいちだけど、まあ、少しずつ増やしておきましょう。で、時間が進めば歩兵が完了しますということですね。まあ、これはわけもわからないままキオスで農兵を大量に増やしたんで、まずいことが起きてましたけど、まあ、ここはそれぞれちょっとずつ増やしておきましょう。で、逆にキオスは農兵をちょっと減らしてあげましょうね。んで、忘れないうちに農業コマンドを打っておきます。まずキオスは開墾しろってね、秀吉言ってましたからね、開墾しますと。で、犬山城は開墾か労役免除か。どっちがいいかな。まあ、開墾、キオスでやってみたんで、労役免除の方やってみますか。民に労役をかけないことを約束。労力を用いた作業が1年間できなくなる。その代わり、民は信長様を慕うでしょうと。なるほど。どうでしょうね。これがいいのか、それとも開墾にした方がいいのか。キオスはともかく名古屋だな。まあ、ここは開墾にしとくか、一旦全部。で、犬山城に関しては、せっかくなんで、労役免除を一回入れてみましょう。で、歩兵に関してはさっきやったんで、まあ、一旦いいよね。これで、じゃあ先に進めていきましょう。まあ、どこまで、今やっているのが生きてくるかっていうのは、はっきりね、まだわからないんでね。ここはちょっと様子を見ながら探り探りにはなっちゃうんですけど。で、一応マップの方はですね、こんな感じでいろいろ見れます。視点も変えられるっていう感じですね。で、桶狭間の戦いまではまだまだ時間があるので、桶狭間の戦いは1560年なんで、まだ6年あるんで、まあそれまでにしっかりと国力をつけて末盛城を平らげておくっていうのがいいと思うんですよね。ただ歴史イベント的に、その、信勝がどう動いてくるかっていうのがわからないんで、もうちょっと様子を見ましょうか。で、愚心城の方が入ってきています。で、斎藤家も清須に進出してきたっていうことなんで、これがいわゆるそのさっき最初に出ていた、証券を分け合うっていうところなんですかね。そうすると、ただし、証券の発展は早くなる反面、逆に収入を分け合うっていうことになるっていうことなんで、まあ、どっちがいいんでしょうね。なんとも言えないところですが、まあここはもう勝手に進出してきたんでどうにもならないな。で、その他で言うと農業。うんうん。
で、さらには商業。で、外交人事、軍事。軍事はね、さっき入れましたよね。内容としては。まあ、それぞれ。農兵を清須で増やしたり、犬山で増やしたり、名古屋で増やしたりっていうところをやりましたね。一応ですね、その、この先、話、何があるかっていうと、まず信勝、まあ、後の信行なんですけど、信行がどう動くかがわからないんですね。信行が謀反を起こしてくるのって1556年とかだったと思うんですよ。なんで、まだちょっとね、2年ぐらい時間はあるかなと思うんで、しばらくは内政だけになってしまうかもしれないんですが、まあ、ちょっとね、皆さんと一緒に勉強しながら進めていきましょう。で、表情ですね。貴様らの考え、申してみよ。いやいや、かっこよすぎだろ、信長のこの言い草。で、一応表情ではそれぞれ言いたいことをみんな言ってくるんだね、いろいろ。当家繁栄を訳す妙案がございます。で、ぜひお取り上げください。農事、飽きない、内向きの性に力を入れるも大いに結構されど、外にも目を向けねばなりませぬぞ。まあ、いろいろ言ってきてるんだけど、結局、この、表情って何っていうところなんですが、3ヶ月に一度開かれるもので、家臣からの意見を集めれば、家臣からの意見を左右すると勢力を強化する方策を実行するための施策力が高められる。なるほど。ボトムバーの方策図から方策の実行に必要な施策力を確認し、採用する意見を選択しましょう。また、家臣の意見には次の表情まで効果が続く意見効果がついていることがあります。内政や統率、知力が高い武将の意見は、施策力が大きくなりやすく、個性を持つ武将は意見効果がさらに追加されることがあります。また、意見の内容は一度だけ再考させられます。再考させると、武将が新たな意見を出すことがあると。勢力の状況に応じて、武将は効果の高い意見を出すことがあります。で、この効果の高い意見を出した武将は光をまとっている。なるほど。じゃあ、今回の指南をさらに受けておきましょう。表情と方策についてですね。表情は統計をより良くするための家臣の提案を採用する場です。3ヶ月に一度。これは農業と違って1月、4月、7月、10月なんですね。まあ農業の翌月だと思っておいて良さそうです。で、方策を確認することができるっていうのが、あの画面左下の絵巻みたいなところですかね。で、方策を実行するには各方策に対応する施策力が必要になります。で、提案を選ぶ前に必ず一度は方策を見て、どの施策力が必要かを確認しておきましょう。わかりました。提案を選ぶ前に方策を見ようということですね。武将の提案がどの施策力を増やすかは、名前の上に表示されるアイコンで知ることができる。今、例えば庭長秀だと農業のマークがついてますよね。で、秀長だとこれ、外交なんですかね。話の吹き出しが出てますね。で、武将を放課すると、提案の具体的な内容の確認ができて、再考ボタンを押すと、全員の提案が変わると。ただし、1回しか再考はさせられないということですね。じゃあ、まずは実際にいずれかの提案を選びましょうということなんで、早速選んでみましょうか。誰を選ぶかっていうと、庭長秀、定勝、成政。なるほど。意見効果がついているものが確かに何個かありますね。で、個性効果っていうのもあるんだ。今回はどうしようかな。せっかくなんで、庭長秀にするか、成政にするか、長秀にするか。まあ、長秀よりは、どちらかっていうと、個性効果が発動される、あ、成政の鉄砲配備いいな。鉄砲購入費用減少。まあ、ただ今、その費用がないからな。ここは庭長秀にしましょうか。一機の発生率低下。流民増加率上昇。これにしましょう。武将の提案を選ぶと、このように施策力が増加します。で、この施策力を使いの後で方策を実行します。ということですね。選べる提案は3つまで。方策を確認しつつ、提案を見つかり決定をしましょう。あ、3つまで選べるんだ。なるほど。で、今回、光り輝いている。じゃあ、光り輝いているなら選びましょう。で、あとは、どうしようかな。固有が発動するのであれば、流民増加率上昇か。これいいよね。民衆統制が、秀長と村井定勝でダブルで上がりますよね。なんで、ちょっとこれを選びましょう。で、ちなみに、今、
方策を見るとどういう方策があるかっていうと、当家の方策を確認することにしようということで、今方策は1個発動してるんだな、通常証券収入が上昇するっていうものだけですね。で、あとはザ作れるものがあったり、農地の拡張、あとは交渉術があり、小似た体がありっていうところで、これをどんどん発展させていく感じですね、きっと。なるほど。で、必要になるものがどんくらいあるかっていうと、例えば、ザ商人優遇であれば、20の商業の方策が必要になると。で、農地拡張1であれば農業が15。で、交渉術は、交渉が15。で、小似た体は合戦の能力値というか、その施策が15必要っていうことなんですね。なるほど、なるほど。このあたりはしっかりやっておきたいのは馬防策とかね。いいですね。じゃあ、今回は何を選んだかというと、軍事が15、闘技が7、論技が7。最後何選ぶかだなぁ、そうなると。どうしようかなぁ。軍事が16でしょ？商業が上がるのが8やだけか。プラス2はないな。そうすると、長秀の17ってでかいけど、固有が8っていうのが、農業が8。庭長秀のプラス17の方が美味しいっちゃ美味しいけど、固有が発動するんであれば、流民増加率上昇が、まあ、秀長とダブルで発動するんであれば、こっちの方が美味しい気がするんで、今回はじゃあちょっと定かずでやってみましょうか。最高は今回しなかったね。まあいいでしょう。お、定かずから来たね。新規方策提案。金利外交。朝廷来訪頻度上昇、官位獲得費用減少大。朝廷からの使者が来訪しやすくなり、官位をもらいやすくなると。天の時、地の利、人の和。我らがまず取り組むべきは人にございます。ということで、金利外交が新たに追加されたわけだ。ああ、こういう感じでさらに、今さっき見たものから追加されていくんですね。施策力を使って方策を実行するのは表情が終わった後になります。方策を実行することでさらに新しい方策を実行できるようになったり、武将が新しい方策を思いつくことがあります。では、自由に方策を実行してくださいと。で、方策力は月をまたいでも失われないので、貯めて、でかくバーンと使うっていうのもありだってことですね。じゃあ今回は今方策力で見ると、農業が8、商業が20、軍事が16、闘技が7、論技が7あるんで、まずは、ザに進出しましょうか。これ、ザに進出は可能だよね。ザ、商人優遇か。これ、いけるでしょう。特殊証券からの収入が増える。今、特殊証券って持ってたっけ？持ってないよね。これやる必要は今ないな。で、小荷田体は兵糧消費量が減少。で、農地拡大は15必要なのか、このあたり見ておくと、さっきの庭長秀ではな、村井定勝ではなくて庭長秀を採択しておけば、提案を入れておけば、農地拡張1が早速発売できたんですね。農業が今8なんで。まあ、ここは、ちょっとね、今後の勉強になったところかなと思います。じゃあ、今回は、金利外交なんて当然発動できないでしょ？ 60 ないもんね。論議。まあ、せっかくなんで、小荷田体をちょっと1個やってみましょうか。まあ、今、商業、ザ商人優遇しかできないんですけど、これをやる意味はあまりないんで、ちょっとやめておきましょう。で、一応画面の右上に出ているので、今何持ってるかっていうと、神社があったり、南蛮堂があったり、通常証券が5、浄化証券が3。浄化証券っていうのは単に城を3つ持ってるからってことでしょうね。で、古参武将が15、新参武将が21、一門衆が4ということで、このあたりもここからも確認できるんですね。
金銭の支出が多くなっているので、足軽の雇用にはお気をつけくださいと言われているな。じゃあ、神前コマンドの指南を受けますかということなんで、ちょっとここまでやらせてくださいね。時間が少し長くなってきてしまっているんですが、お付き合いをお願いします。で、外交交渉を行うには相手大名の心象を高める必要がある。これは現代にも通ずるところですね。心象を高めるためには神前コマンド。まあ、これは仲良くしましょうよっていうことなんですよね。では、早速神前をやってみましょうか。まずは心象を高めたい勢力を選びます。じゃあ、試しにどこか選んでみようっていうことなんで、どこにしようかな。まあ、末盛織田家とやる意味はあまりないんで、ここは斎藤家とやっておきましょうか。選んだ勢力の心象をどこまで高めるかを選択します。まあ、通商可能か取引可能か、最終的には通商条件の170まであるということですね。斎藤家に対する目標心象と奏者を任せる武将を選んでくださいということです。じゃあ、今回目標は同盟可能までやってみましょう。で、相性があるらしいので、相性の高い武将をやると、まあ、効果が高められると。ただし、1勢力に対して奏者は1人だけだということですね。じゃあ、奏者誰にするか決めましょう。相性がいいのは定勝、小六、長秀、飯尾、この辺りが良さそうですね。ただ、この後、あんまり使えない武将をここで選択しておかないと、奏者になってるものってなんか制限が加えられると面倒なんで、歳久あたりにしておきますか。で、あとは相手ダメの心象が上がっていきますっていうことで、目標の60に達すると自動でやめてくれると。なるほど。で、今回任命した神前を実行したければ決定。取りやめる場合はコマンドを抜けてくださいと。じゃあ、今回は、せっかくなんで、歳久にやらせましょう。まあ、歳久はね、信長によって隠居させられて、家督を強制的に利家に譲らされたところではあるんですけどね。まあ、奏者はこれくらいでいいでしょう。では、ちょっとね、時間が長くなってきてしまったので、今回は皆さんと一緒に、どちらかっていうとチュートリアル的な部分が長くなってしまったんですが、一旦ここで終わりにしてですね、まあ、次回この続き、まあ、信長の野望大使こんな感じだよっていうのをさらに見ていければいいかなというふうに思います。何かお気づきの点とか、こんなプレイやってとか、そういうのがあればですね、チャンネル、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。